ニアポストかファーポストか、川口が走っている向こうサイドだ、ヘディングで落とした、うん、セダがこのボールはどうか、最終ライン救った、これはどうか、ゴールだゴールだ、ゴールインしました。16番の橋本、2年生の橋本、後半の25分、清水商業高校先制点。ここで真のホイッスルが鳴った。ブルーのユニフォーム喜びにむせいます。浜名高校は14年ぶりの夢ならず、喜びは清翔。